皆さん、こんにちは。ゆずきゆかりです。ソフトークです。今日は、久しぶりに、チベット寺院のチャンバリンへ来ています。今日の目的は3つ。1、もちろん参拝。2、御朱印が欲しくて来ました。チベット仏教寺院の御朱印なんてレアです。3、建物の四隅に鎮座する、おそらく魔除けの狛犬みたいな像の写真を撮る。当チャンネルのアイコンに使わせてもらってます。微妙に斜めのアングルなので、正面から撮り直してみようと思いました。館内は撮影禁止です。内部には、チベットで制作した仏像を空輸して祀ってあります。日本では、あまり例のない非常に珍しい寺院です。機会があれば参拝してみてくださいね。チャンバリンは隣にある天台密教の流れ奥無主元宗のお寺、グリカラ不動寺が母体となっています。詳細は公式サイトなどをご覧になってください。あまり出来は良くないけど、もし良ければ、過去の動画も見てやってくださいね。ってことで、第一の目的、参拝と、第2の目的、御朱印拝受の模様は撮影できませんでした。それでは、おそらく、スノーライオンと呼ばれている守護獣に会いに行きましょう。スノーライオンは、チベット仏教に登場する神聖な動物である。スノーライオンは大胆不敵、無条件の明朗さ、東や北を示すシンボルとして使用される。スノーライオンは山から山へと飛び移り、一般にトルコ石のような青い縦髪を持った白い姿で描かれることが多い。ウィキペディアより引用。ってことでなかなか縁起の良いものみたいです。建物の裏へ登るとチャンバリー奥の院。ここからも眺めはいいです。ちょうどアジサイも咲いていてよかったです。チャンバリンは縁結びの御利益が強いそうです。恋愛だけではなく、広い意味での縁、仕事や友の縁を結んでくれます。我が家からはさほど遠くないので、たまには参拝したいです。
これは、悪因縁を落としてくれる金です。マニ車は、一回回すと、中に収められた経文を唱えたことになるそうです。しっかり回しましょう。ドラゴンの上にドラゴンフライ、吉兆です。予定終了、帰ります。ここで当チャンネルからのお知らせです。当チャンネルは、名古屋を起点としたお出かけ動画をメインに、時々、アクションカメラなどの紹介をしています。そうなんです。お出かけ動画がメインなんです。それで、何をやっているチャンネルかはっきりさせるため、チャンネル名を変えることにしました。今では放置サイトになっていますが、2002年から運営しているサイト、名古屋発、とうちゃんのお出かけ日記から名前を流用して、とうちゃんのお出かけ日記とさせていただきます。チャンネル名は変わってもやっていることは同じです。デビュー動画なども変わらずアップしていきますので、今までと変わらないお付き合いをしていただけたら幸いです。これからもよろしくね。ここでゆかりからのお願いです。この動画を気に入ってくれたら、高評価ボタンをポチリとしてね。今後も見てくれるなら、チャンネル登録してくれると励みになります。感想や応援メッセージいただけると喜んで頑張ります。最後までご視聴ありがとうございました。僕ら若さを失っている。